大分合同新聞社が時代を担う若手リーダーとともに地域の未来を考える未来デザイン会議ハピカム宇佐市編が宇佐商工会議所で行われました。未来デザイン会議ハピカムは地元に生きる新聞社として地域や人々とのつながりを大切に捉え長期的ビジョンを共有しながら一緒に未来をデザインしたいという考えでスタートさせたプロジェクト。開会式では議長の長野圭一大分合同新聞社副社長が挨拶。次世代を担うリーダーの方々たちとそして私どもも、30代40代を中心としたですねやはり会社の中堅次世代を担う社員を起用しております。そこで熱く地域の未来についてディスカッションを深めたいなというのが今回のハピカムというものの趣旨でございます。続いて総合コーディネーターを務める田中龍報道部長が挨拶。そして総合アドバイザーとして国東市在住でイラストレーターの中野真也さんが意気込みを述べました。初めに行われた分科会では観光、農業、地域産業の3つのテーマに分かれ地域の抱える課題や将来のビジョンなどについて話し合いが行われました。観光をテーマにした分科会では宇佐市の観光資源の良さを再認識し内外への情報発信を強めていくことなどが議論されました。農業をテーマにした話し合いでは農産物を商品化する際には宇佐市共通のパッケージにするなど規格を統一しブランド化を図る必要があるなどといった意見が交わされました。地域産業のグループでは異業種で連携しお互いの市場を利用し宇佐市ブランドを作っていくことが大切といった意見や利益だけではなく地域貢献や子どもの未来のことを考えることも重要という意見が活発に交わされました。その後に行われた総括会議では各分科会の代表が出席し目指すべき未来像を議論しました。場合によってはですね、まあ、宇佐にゆかりのある方、まあ、宇佐出身で実業界で活躍されて今日もたくさんの方いつもお会いする方々が来てます。やっぱり顔を合わせることでですね今何をやってるんだとか、こういうことをしたいんだっていうそういうこうちょっとした時間に話も広がりますんでやっぱりこういう場っていうのは積極的に僕らも利用していきたいですし大掛けの部分で、開催していただくと非常に助かりますので何よりも長い活動にしていただきたいなとは思ってます。自分たちものづくりは結局品質向上のために努めるのが精一杯なんですね。そこから売る販売ルートというかですね自分のところの良さをアピールするってそこまで現状的に行き着いてないんでですね、まあ、そういうノウハウ等を教えていただければまたより一層いいものづくりにも励めるかなと思います。今本当にブログとかツイッターとかそういったもので興味を持ってくる若い人なんかもいるのでですねそういうツールをつなぎながらまた口コミなんかも使いながら、内部にも外部にも、情報を発信し続けていきたいと思います。以上です。日高さんところの土壌を吉田さんところの石板で調理して、久保さんとこの焼酎で飲むと、まあ、そういうふうに3つうまく要素があればいろんな話ができてくるんで、まあ、その要素になるべくものがないと困りますけどそれが宇佐の場合はふんだんにあるんでいろんな話がこれからできていきます。一つは、地域を良くしていく上では、やっぱり意思が大事なのかなと意思あるところに道が開けると言いますけども、皆さんがこれだと思って信じてやることがとても重要なんじゃないかなと、今の時代を我々が担っている以上はですね我々の力でこれを変えていかなきゃいけないと、先人たちが作った、伝統や文化であってもですね時には壊す勇気が必要であるのかなと、
そういうふうにも、考えました。ハピカムは今回の宇佐市編を皮切りに今後17市町村をめぐり展開していくことになっています。